スノーマン阿部亮平鳥人間コンテストに興奮、迫力と青春と絆にとても感動しました。アイドルグループスノーマンの阿部亮平30が28日、滋賀松原湖岸で行われた岩谷スペシャル鳥人間コンテスト2024、9月4日午後7時イコール読売テレビ日本テレビ系の後、取材会に出席した。今年で46回目の開催を迎えた鳥人間コンテストは、滑空機部門と人力プロペラ機部門の各16チームが気温33度の真夏の琵琶湖で激闘を繰り広げた。ハーバースタジオから見守っていた阿部は、子供の頃からこの番組を見ることが多くて、密かに憧れていました。実際に生で見て、その迫力と青春と絆にとても感動しましたと興奮冷めやらない様子。人力プロペラ機部門に出場した、早稲田大学宇宙航空研究会早稲が印象に残ったという。